NNB48 の衣川さゆみと宮本亜美です。この後1時からは NNB48 のジャングルレディオリピート放送です。今週は私たちアミアが担当しています。たくさん聞いてください。それでは NNB48 のジャングルレディオリピート放送スタート。皆さんこんばんは。4月15日月曜日、時刻は午後7時になりました。 NMB48 の宮本亜美と衣川さゆみです。今週の NMB48 のジャングルレディオは私たちアミアでお送りいたします。はい、アミアですよ。アミタン、やばい、初めて嬉しいな。なんやかんやって2人でするのってさ、あんまないやんか。なんか初めて、ね、ちょっとしかも音声しか入らんからさ、そう何もうあのあれとかあのとかばっかり、言葉で使うから怖い、回してるから、ね、でも頑張りましょう。はい、頑張りましょうね、はい、それでは NMB48 のジャングルレディオ月曜日スタート。改めまして皆さんこんばんは。NNB48 ジャングルレディオ月曜日、みんなのハートにフルスイング、ナンバーの鉄人といえばあやみ、あやみながらにやみつきなーれNNB48 9期研究生、あやみこと衣川さゆみです。そしてキラキラニコニコくるくる回るあみたん、ありがとうございます。みんなお元気満タンにするです。わーNNB48 9期研究生のあみたんこと宮本あみです。このジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NMB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさん、パーソナリティを担当するアイドル番組です。私たち NMB48 メンバーが担当する月曜日と木曜日は4月からプチリニューアルして毎週週替わりメンバーでお送りしています。そしてここからは私たちを手伝ってくれる時計さんと一緒に番組を進めていきます。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。時間に正確な時計ですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、あみたん、あやみちゃん、あのメッセージ来てるんでちょっとご紹介してもいいかな。はい、こちらラジオネームのさおさん、東京都にお住まいの方からメッセージもらっております。はいはい、4月といえばクラス替えの季節ですね。そこでアミタン、アヤミちゃんにね、質問ですということで、もし2人がメンバーじゃなくて、うん、学校のクラスメートとして出会っていたら、お互いどんな関係やったと思いますか？また先輩になったら後輩にしてあげたいことなんかがあれば教えてください、というメッセージくれてます。でもアミの予想的にアヤミちゃんとクラス一緒やったら、なんか案外喋ってない気がすんねんけど。そう、グループ多分仲いいグループ違うような気がするよね。違うよな。そう、なんかオーディションの時も全然喋ったことなくて、あみたんとで、まあ今は2人一緒におって、うん、なんかちゃんと喋ってお互いのこと知ってるから仲良くなってるけど、なんかもうタイプが違うもんな、そもそも、うん、分かる。だからあんまり喋ってないような気がします、うん。だってセレクションとか一回も喋らずに終わったもん。マジで喋らんかった。最終日にちょっと写真撮ろうで終わっただけやったもん。そうだ、写真フォルダー見たら、うん、あのセレクション、最終セレクションを合格した時の写真、うん、しかもめっちゃ下からアングルで一枚だけ残ってて、やばい。懐かしいよな、うん、なんならもう。え、私は見てましたよ、アミのこと。え、アミも見てたで、けどなんかなかなか喋りに行かれへん。そう。あんま喋らない気がしますね。うん、でも今は仲いいんでしょ。はい、今はめっちゃ仲、めちゃくちゃ仲いいですね。多分なんか喋らないといけないという状況に立って喋ってみたら、そう、意外に案外合うやんってなって、うん、結構同い年で一緒におることも多いからね、うん、ほんまに同い年おってよかったと思う。じゃないともう一人よな。な、だってあみ初めの方9期みんなに敬語使ってたからさ。懐かしい。あやみちゃんにでさえ敬語で LINE 送ってたから、うん、そうそう、メッセージとか見返してみても、なんかあやみちゃんこの時ってこうですよねとか、なんかもう、もうなんか初対面すぎて喋り方が分からへん。でも今見てみるともう、あ、オッケーとか、やばい、なんかもうりょとかしかない。そうそう、逆にでもそんぐらい仲良くなれてるってことやもんね。うん、うんうん、
まあ、この季節やからね、クラス替えがあるということで不安に思っている中学生高校生の人もいると思うけど、まあ、2人見てたらそんなん気にせんと全然仲良く話しかけてみたらええよっていうのが見えてくるね。はい、そうですね、そうですね。なんか気にせずに話しかけたら案外会う人とかも多いので。ね、けどそんなん言ってるけどクラスが一番ビビってます。え、そう。怖い。でも2人こうやって今お話ししてるやんか、はい、でその先輩になったっていう風になったら後輩にどういう風に声かけたりする、うん、また敬語から始まる気がする。先輩でも敬語から始まっちゃう絶対、うん、あの、はじめまして。はじめまして。はじめまして、あの、アミって言います。お願いします。そう、でも多分気に入った子もめちゃくちゃ可愛がると思う。私、うん、確かに。まあ、いくつになっても敬語使えるっていうのはね、いいことだからね。もう10期生って入ってくるの？もうすぐ、もう言うてる間にすぐ来ちゃいそう。オーディションも募集も終わってるんで、まあ、でもどこまで進んでるか分からへんから怖い。で、私たちも急にこの日入ってきますっていうのを、そう、知らせ、私たち急になんかこの日集まってください、先輩に挨拶しますって言われたじゃないですか。そうそう、めっちゃ急やったよ。で、多分先輩の方たちも知らないような感じっぽかったので、うんうん、そう、びっくり、びっくり、もうこっちもびっくり。な、知らん間に入ってきて、知らん間に先輩になってそう。怖っ。先輩の気持ちも分かりつつこれからね、うん、はい、後輩の気持ちはもう分かってますもんね、はい、10期生の子らとも仲良くね頑張っていただきたいと思います。ということで今週月曜日と木曜日はこちらのお二人がお送りしますよ。この番組は FM プラプラからパソコンスマートフォンで簡単に聞くことができます。アプリから直接メッセージが送れたり便利な番組予約もできますよ。番組の公式 X@JRO_ESFM で検索してぜひフォローをお願いします。詳しくは ESFM のホームページをご確認ください。それではここで2人をもっと知るためのコーナーへ参りましょう。心を通わせジャングル維新伝心、イエーイ、イエーイ。はい、あるお題についてそれぞれ書いて回答し、その答えが一緒になるか二人の相性を見抜いていくコーナーです。おお、お二人自信ありますか？でも結構、まあ、あるっちゃあるよね。同じ、まあでも結構一緒におる時間長いから、うんうん、結構なんか、まあ物事はあれでも結構同じ言葉をシンクロしたりはするから、うん、ちょっと自信あります。自信はある。うん、そうですね。前回はね、あの、1問も合わないということが起きましたので、今週は5問ピタッと合ってくれると嬉しいかな。ちょっと。こんなこと言ってて全部外れたらどうしよう。やばいね、ちょっと。前振りにならないことを願います。それでは準備はいいでしょうか。はい。それでは1つ目のお題はこちら。動物園にいる動物といえば、動物園にいる動物といえば、でもなんかアミもヤミちゃんも動物が好き、はいはいはい、でけど、まあ、今回に関してはアヤミちゃんが合わせに来てくれることを願います。うん、だって、まあ、確かにね、だって私はもう動物園とかじゃない気がするから、まあこれは分かりますよね。伝心してほしいですね。浮かびましたか？はい。それではせーのでお答えくださいね。動物園にいる動物といえば、せーの、パンダ。おめでとうございます。ね、これはパンダですね。とりあえず1問あったから、うん、もうこれで全部外れることはない。そうだね。これなんでパンダ選んだの？なんかアミがパンダめっちゃ好きで、あやみちゃんは猫やから猫が好きで、なんかどちらかといえば、うんうん、あ、アミの好きなパンダの方が動物園にいるから、うん、そうやな、もうこれは、うん、アミの心を読んでパンダだなと思いましたね。はい、ありがとうございます。うん、うまい具合に読めましたね。じゃあ2つ目のお題へ移ってまいりましょう。2つ目合うかな。2つ目のお題はカバンに必ず入っているものといえば、あ、でもこれは逆にアミが合わせに来ます。あ、でもこれって具体的なものなのか、それともなんかこういう類のものなのか、あ、どっちの方がいいの？でも、え、確かにな、うん、え、どうなんやろ。でも2人とも入ってるのは、うん、
ほぼ一緒やん。うん、入ってるの一緒。カバンから出てくるものほぼ一緒やん。うん、けど、うん、あの、なんか、カバンじゃなくても、あやみちゃんもなんか常持ってる気がする。ポケットにでも入ってる気がすんねんな。なんだって？ああ。なんか、だって、なんかさっきも、うん、待ってる間、握ってました。ああ、これはそう、確かやな。そう。なんか、そうやな。うん。浮かびましたか？浮かびましたね。はい、それでは、2問目。お題は、先ほど言いました通り、カバンに必ず入っているものといえば、せーのでお答えくださいね。はい。はい、カバンに必ず入っているものといえば、せーの、リップクリーム。正解ですね。確かに、さっき、はい、しましたね。常に持ってますね。握ってるな。溶けちゃわんか心配なぐらい持ってるんですよ。もう、なんかもう唇の乾燥がすごいので、カバンにもポケットにも、そう。たまにカバンから2つぐらい出てくる時もあります。そうそう、でもなんかない時めっちゃ焦ってます。めっちゃ焦ってます。待ってどうしよう。バイ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 。もうなんか奥そこまで探してます、はい、ない時は。もう一生探してます。ないと、やばいので。ないと不安になるの？え、なんか、不安っていうか、ないと、あの、あ、唇が痛すぎて、もう生活できないって、もう、もう、これがないと私は生活もできないし、生きていけないぐらいの大事なものですね。じゃあ、リップクリーム大切ですね。はい。そんな、カバンの中に入ってるお話をいただきましたが、やっぱり中学生のお二人なんで、文房具もカバンの中には入っていると思います。確かに。なので、三つ目のお題はこちら。文房具といえば、むずい。これは結構範囲広いよね。はい、広い。ちょっと、でも、うん、でもなんか小学校で、うん、は使ってなかったもん。なかった、なかった、なかった。なかったよな。うん、なかった、うん。なら、でもそれでも、あ、なんか、でも苦くないよ。苦あるよな。うん。なんか、なんか、なんて言うんやろうな、難しい。あの、小学校は、筆圧の問題とかで言われてた方が、なんか色鉛筆を使いなさいって言われてた方がどっちかやもんな。そう、多分似たくんで悩んでんのも同じやね。そうそう。でもこの活動はもう一個の方を使ってるけど、うんうんうん、そう、学校での仕事といえばやったら、学校やったらな、難しいよね。どうやろう。けど練習とかで使う文房具は、一応自習の時とかは使います。ノートまとめる時とかは結構。どれにしよう。三択、三択になっちゃったよな。三択になっちゃったよな。やばい、やば。え、でも小学校では使わないもので、うん、やっぱ主食やもん、それが。もう中学校でしか使えないよな。うん、うん、うん、そうそうそう。怒られたもん。怒られた。使ったら、うん、なんか禁止ですとか、そう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 、もう一回先生からみんなに言うみたいなのがあった。まあちょっとアミは主食を選びます。主食を選べる。じゃあ私もそっちにする。はい、選びましたか。はい、それではお答えいただきたいと思います。文房具といえば、せーの、シャーペン。よかった。まあこれよね、もう学校で使ったら怒られるし、うんうんうん、まあ、ボールペンはちょっと使ってた。え、わかる、うん、だって、うん、な、折れたらあれやもんな。そうそう。まあ、もう一個マーカー。マーカーやんな。うん、八一表で印をつけるときにマーカー使うので、使うし、まあ、ノートまとめるときとかも使うもんな。そうそうそう、だからそれで三択になっちゃった。よかった。今のところは全問正解。合ってますね。3問連続正解となっております。はい、ただ次の問題が難しいので、ゆっくり考えてみてくださいね。それでは4つ目のお題です。かわいいひらがな。やばい。かわいいひらがなって何？いいやろうな。でも、なんかさ、この前見たことあんねんな、かわいいひらがな。なんか忘れちゃった。私のかわいいひらがなは、推しで、うん、推しの名前に入ってるもの。ちょっと待って。ちょっと、一回思い出します。一回考えます。そうだな。私といえば、うん、誰かって言うのと、アミといえば誰かっていうの。うん、でもかわいいひらがなか、うん、でもさ、いっぱいあるくない？書き方によって全部かわいくなる。確かにな、確かにな。
丸っこい字とか全部可愛いもんな。あ、でも普通に書いた時に丸い感じの字の方がいい。そうやな、全体的に丸い。え、じゃあかもしらん。考え、あ、アミ、あ、合わせに行きます、頑張って。え、いいの。え、でも待って、合う、こんなん。え、待って、どっちの推しかが分からへんね、アミは。あの、その、顔を出して、何、やってる推しなのか。一応、うん、あ、もう確かにいっぱい推しいるもんな。そう、分からん。じゃあ、え、じゃあ私が、うわ、待って、普通に人間じゃない推しもおる。おるな、おる。ちょっと待って、分からんぞ。存在してない推しもおる。うん、で NSB にもおる。そうやね、うん、それどれ。え、じゃあそ、一つにする、うん、NSB にする。マジで。でもそれでもさ2,3 人おるやん。だ、誰やろ。でもあれももう迷ってる今、うん、その人の中でも。え、決めて、それ決めないと。し、人決めてもどの文字かも。あ、じゃあとりあえず人決めて。まず、分かった、人決めた、決めた、決めた。その中に、うん、占いにはなってるけど、その中に、うん、あやみちゃんの名前に入ってる文字、うん、ありますか。ありますね。で、あみんの名前にも入ってる文字ありますか。うん、ない。あ、ある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 、ある、うん。じゃあ、しかも多分それいきますか。どっちも同じ文字やわ。いきます、それで、うん、え、待って、でもその中でも何文字かあるやん。じゃあ、アミの、うん、アミの好きな先輩の名前にも入ってる、うん、入ってる、入ってる。あ、じゃあいけるわ、うん、いけるよな、いけるいける、はい、浮かびましたか、はい、浮かびましたか。もうほぼ誘導尋問のようにお互いの文字が出ておりましたが、一心で、一心じゃなくなったけど、やばい。それでは4問目のお題です。かわいいひらがな、せーの、みすごい。これはもうヒント出しすぎやな、出しすぎた。一心伝心じゃなくなってるな。そう、私は隅野若菜さんから選びましたね、チーム M さんの。この隅野若菜さんのみーで、あやみあみゆうみさんのみはい、これ全部みーですね。な、これでもう結構ね、うん、でも、あ、そうそうです、ミーにしました、うん、もう一心伝心じゃなくなってるけどね。な、まあまあ誘導でも次の問題が最後です。これが正解すれば前代未聞5問連続正解となりますよ。いけるかな。え、頑張ろう。怖い。それでは最後のお題です。辛い食べ物といえば。これむずいよな。むずい、いっぱいあるもん。ありすぎじゃない、うん。じゃあちょっと、アミは最近やった出来事で、あ、じゃあこれマジで一心でして行っちゃう。あ、マジで行っちゃう。逆に、もう行っちゃう。待って、色だけ決めよう。色、あのさ、辛いにもさ、あ、確かにな、いろんな色があるやん。赤、赤、うん、赤色、赤色、赤色で辛いもの、赤色ちょっと、なんかそう、痛い系の辛いの方。オッケー、痛い系ね、うん、わかった、いける。いけますか、はい、いけますか、大丈夫ですか。もうこれはかけ、まあ、かけよ、かけよ、かけよ。最後に、うん、加工されたものか、うんうんうん、もう、うん、直のものか。でも辛いもの加工されてるかな。加工されてる、だって基本加工されてるかな。え、嘘、アミ加工されてないもの思い出てたわ。加工されてない辛いものって何。赤色やで。赤色、加工されるその前。え、どっち、okay、加工する、こうしちゃう。せんとこ。せんとく？うん。いける？いける。わかった。うん、わかった。いけます。じゃあ、いきますね。最後のお題です。辛い食べ物といえば、せーの。唐辛子！すごい！おめでとう。うわ、うん、まあ、まあまあまあ、ちょっと、ね。さっきよりマシ。うん、まあ。でも、加工されてる方やったら何やったんかだけちょっと教えてもらってもいい？せーの。キムチ。わー、どっちでもいけてたやん。まあ、よかった。でもなんか辛いもの、なんかアミは初め、うん、あの、からしにしようと思ってて、うんうん、この前友達のお家に遊びに行った時にたこ焼きに、うん、入れてロシアンルーレット、 あれで、うん、全部アミが食べてもうなんか今でもからしの辛さを思い出せるぐらいなんです。だからそれにしようかなんだけど、うん、あゆみちゃん全然関係ないなと思ったのから、うん、そうやな、確かにな。なんか赤いものやもんな。そうそう、あゆみちゃんは辛いものが苦手やから、うん、何でも、うん、そうそう、だから辛いものといえばのやつはキムチやった。うん、辛いもの
炎の元唐辛子を、うんうん、いやでもそれにしても2人の相性バッチリですよね最後はほんまにいけたな、うん、皆さんも NMB48 メンバーに答えてほしいお題がありましたらメールをお送りください。以上心を通わせジャングル維新伝心でした。それではここで1曲お聴きください。 NMB48 で選ばれし者たち。私の推しメン紹介しましょう。このコーナーは NME48 メンバーを私たちが勝手に紹介するコーナーです。あーさあ今回は誰を紹介してくれますか。はい、私はチーム M さんの角野若菜さんです。どういう方ですか。もう何なんですかね言い表せないなんかホワホワ感があって、でちょっとなんか面白かったりする方ですね。もう分からない。もう分かる。言葉で表せない、言葉で表せない、そんななんかすごいオーラを放ってます、うん、ほわほわした感じの人ですね、うん、推しのポイントは何なんですか。推しのポイントは、うん、私が好きになったのはもう爆レスですね。私がよく劇場公演に行っていて、うんうん、その時にもう目が合うたびにすごいレッスンをしてくれたので、それでも心をえぐり取られました。え、なんかエピソードあります？角野若菜さんとの。あ、なんか初めてそのオンラインお話し会で話させていただいた時のもすごいもう可愛くて可愛くて仕方なくて、私が全然話せなかった時もめっちゃ質問を振ってくれたりとか、あとはその角野若菜さんにだけ私 NMB を受けてるっていうことを言ってなくて、うん、まあ若菜さんが知ってるかどうか分からなかったんですけど、もう初めて受かってメンバーとして会った時にもうすごい顔をびっくりされた顔をされていて、でなんかそれでも覚えててくれたんやっていう嬉しさもあるし、うん、もうなんかすごい。確かにそれは嬉しいですね。若菜さんとの思い出は全て嬉しい出来事ですね一緒にやってみたいことってあります？と一緒にユニット公演とかコンサートとかでユニットをしてみたくて。わかる。わかるよな、うん、よくなんか、まあ、私がいつもやってるショールーム配信とかでもなんか若にゃんさんとこれがしたいですとか言ってるんですけど、なんか2人のユニットを若にゃんさんとしたいですね。もうどれでもどの曲でもいいので2人でできたらもう嬉しいです、はい、めっちゃ好きやん。はい、もう大好きですよじゃあもし一緒に番組出ることになったら、はい、どんなことしてほしいですか？もうとにかくいっぱい話したいですね、はい、もうあの2人でいっぱいお話ししたいですどんなこと聞いてみたい？なんかもういつ日常いつも何してるのかも聞きたいしあでもなんかもう NNB の先輩としてのアドバイスもお聞きしたいですね。じゃあぜひ番組でね、はい、共演できる日を夢見て頑張っていただきたいと思います、はい、頑張ります。さあそれではもうお一人推しを、紹介していただきたいと思いますがどなたになりますか？はい、アミはチーム N の石田由美さんです。どういった方ですか？なんかあの9期研究生のプロデュースを、あ、公演をプロデュースしてもらったんですけど、うんうん、なんかなんやろ、もう自分の時間を割いてまででも、うん、アミたちのために何、うん、いろいろ尽くしてくれるっていうか、うんうんうん、なんかもうすごいもうほんまアミも言葉で表せれないんですけど、うん、めっちゃなんて言うんですか、愛がある人です、うん、推しのポイントっていうのはどういうとこなんですか？推しのポイントは、あ、なんかそのプロデュースしてもらう前に、うん、めっちゃいろんなファンの方とかから、うん、なんか結構怖いから心構えした方がいいよみたいなを言われてたんですけど言われてたけど、なんかあったらなんやろ、そりゃ教えてくれる時はむっちゃ何熱心に、うんうん、アミたちが分かりやすいくしてくれるためにゆっくりをいろいろ教えてくれたんですけど、喋ったらもうむっちゃ優しくってもうね、
え、その怖いって言われてたけど全然怖くないの？え、全然怖くないかったよ。なんか、はい、なんか、なんやろ、練習の時はちゃんと、何、なんかあの真剣な、真剣でモード、モードってのかな、そうそう、メリハリがめっちゃあって、うん、めっちゃ優しい、ね、はい。じゃあ、そんな石田由美さんと一緒にしたいことってあります？え、アミもユニットがやりたいです。なんか由美さんはむっちゃダンス、ダンス踊るって感じなんですけど、アミはそんなダンス好きなんですけど上手くなくて、だから由美さんにダンス教えてもらう、笑いながら、けど、うん、ユニットはなんか可愛い系の一緒にやりたいです。じゃあもし石田由美さんと番組に一緒に出演した時、はい、してもらいたいことってあります？え、牛いっぱいしてもらいたいです。うん、はい、出てなくてもしてもらってるやん。いや、でもでも、うん、ちゃうねん、もうなんか見せつけたいの。そう、見せつけたい。あとなんか会える、会えるのがやっぱ同じ公園に出てないから、うん、全然会える機会がなんかないからね、やっぱ機会があると、うん、はい。そう、私もアミタもさ、うん、あの、私はワカニャンさんに、そう、めっちゃ自慢してくるんですよ。なんかお互いな。そう、なんか、あ、何、今日練習のするところでワカニャンさんだって、うん、なんかちょっと抜けるわとか言うから、どこ行くんやろとか思って5分後ぐらいに帰ってきたら、あやみ今ワカニャンさんとギューしてきてんけどとか言って、なんかめっちゃ自慢してくるんですよ。アミも、いや、いや、わかるよ。わかるよ。どっちもやん。どっちもどっちやん。どっちも、今日もゆうみさんとギューし、今日もわかにゃんさんとギューした。そう。でもね、なんかね、たまにね、競い合うんですよ。なんか、同じ日に、その、別の日にギューやったら、あれなんですけど、ライブ期間とかは、二人とも、ギューしてもらえるから、え、アミは、さっきどれぐらいギューしてもらったでみたいな。で、え、でも、あやみはさっき話もしてもらったから、みたいな。感じで、たまに、そうやってる。そう。そう、もう、お互いの愛が強すぎて、ね、なんか別に、同じ人を大好き、まあ、どっちもな、大好きなんですけど、なんかバトってる、バチってるわけじゃなくて、私が、二人が一人の人を取ってるわけではないのに、そう、なんか、謎にね、比べてるよね。そう。そう、お互いね、もう、あったら、ギューしてもらってるから、たまにな、ぎゅ、うん、なんていうの、そのエネルギーが足りんくなった時は発作が起きてます。え、そう、もう写真見て、写真、もうたまに、なんか、なんかその話をしたわけでもないのに、若宮さんに会いたいって言うもんな。わかるわかる。お二人はその推しの方々に、なんかもらったりとかはないんですか？でも、お誕生日をお祝いしてもらいました。あ、私もしてもらいましたね。最高じゃない、そのお誕生日。そうね、もうね、やばいよね。ほんまに最高でしたね。普通に、なんか、普通に考えてこの世界線どうなってるんやろって感じやんな。うん。そんなね、石田由美さん、そして隅野若菜さん、番組にね、お越しいただけることも楽しみにしておりますのでね、お二人楽しみにしておいてください。そして頑張っていただきたいと思います。はい。今回は隅野若菜さん、石田由美さんをご紹介いただきました。皆さんの推しメンバーの推しポイントもぜひ教えてくださいね。以上、私の推しメン紹介しましょうのコーナーでした。それではここで1曲ご紹介します。はい、私の推し曲です。私の推し曲ははい、はい、Ado さんでひまわりです。ちょっと聞いてよメッセージ。このコーナーはリスナーの皆さんから質問メッセージを紹介します。さあ、それでは早速ご紹介していきたいと思いますが、こちらラジオネームマットさんからいただいておりますよ。あんた、はい、あやみちゃん、はい、おっす、おっす、この春で中学2年生ですね。はい。2年生になって挑戦してみたいこと、NMB での目標などあれば聞かせてください。ああ、なるほど。学校で挑戦したこと。学校で挑戦したいことと NMB のことも。なるほど。そうだね。でも、うん、どっちも2年生になっても後輩ができるじゃないですか。もう学校でも後輩。でもうすぐ10期生入ってきて後輩ができるじゃないですか。なんかそういう面で見ると、なんかちょっとなんかちょっとでもこのあやみのここの好きなんだよなって思ってもらえるような、確かに、まあ、大事ですね。もうなんかその性格でもいいですし、まあ、一番はそのダンスの見せ方とかですよね。ダンスのパフォーマンスの面で憧れるっていうのは
多分嬉しいじゃないですか、うん、確かに。がそのためには、まあ、自分自身もでダンスを上手くなることなので、うんうん、まあ NNB ではダンスを上手になることで学校では、うん、もうめっちゃ優しくなる、もう甘やかすして、後輩を甘やかして甘やかして甘やかす、やっぱ、うん、そのまあ、友達で部活に入ってる子とかも、うん、先輩優しいから大好きって言ってる子が多いんですよ。多いね。だからもうそれをもう取り入れて、私は後輩を甘やかします。いっぱい。いいですね。うん、あ、中学2年生だったら学校は、うんうん、何やろ、なんかほんまに、うん、なんか結構決まった、なんていうの、なんか決まった子としか喋らなくて、なんか人に話しかけるのが苦手っていうか、うん、でもう新しいクラスにもなってきっとねあれなので、うん、新しいお友達を作って、うん、あとそのね下の学年の子にも おしゃべりできるように頑張ります。で、うん、NMB ではあんまりもうなんかそのちっちゃい、身長はそんなにでかくないけど、うん、大きく踊ってるから自分も頑張ろうっていう風に思ってもらったり、あと、うん、なんか頑張りたいことではないかもやけど、うん、やっぱり10期生が入ってきたら、うん、みんなさそっち行くやん。そうやな、そうやな、行くやん、うん、できっと9期のみんなも行くと思うんです、うん、まあそうだからいつもよちよちされてたからちょっと寂しくなると思うので。そう、アミアヤのね最年少だから。だから、うん、あのなんていうん、取り返すって言わないけどその自分も放置されないように、うん、はい、そうな、たくさんくっつき虫します、うん、くっつき虫も、はい、そうやな、うん、ファンの皆さんにも、うん、メンバーにも、うん、もうむっちゃくっつき虫します。そうやな、くっつき虫やな、はい、でも私たちもでも実際気になりはするよな、うん、どんな子が入ってきたのか。そう、なんか多分きっと仲良くなったら、うん、だから、うん、仲良くなればいいね。仲良くなればいいやな。そうそう、仲良くなればいい、うん、もう無理やってなったら逆に私たちが仲良くなればいい。仲良くなればいい。うん、そうやな、まあ、でもなんか逆に、うん、その学校とかは部活に入ってないから、うん、年人の子喋ることがないから喋りに行くしかないよな。そうそう、だからそういう機会を作ってもらってると思って逆に、うんうん、そうやな、そうやな、話しかけに行きます。そうやな、でもさ、うん、NNB ってさ、うん、後輩は怖いけど年上のメンバーとか多そうやん、私あゆみたちの年齢からすると、うんうん、全員が年下ってことはないもんな、うん、なんかそう思うと緊張する。なんかけど、うん、きっと、うん、アミも入るてん時は、うん、年上の方、うん、年上の先輩よりも、うん、自分と同じぐらいの先輩の方が喋りかけやすいっていうか、なんかそう、なんか仲良くなってみたいなと思ってたから、うん、もし年下の子が入ってきたら、うんうん、喋りかけやすいオーラを出しといて、うんうんうん、でなんか喋りかけてほしい。そうやな、多分自分から行かれへんからさ、私たちは行かれへんもんな。そう、来てほしい、まあ、そう、なんかさそんな感じなんやろな、多分先輩もようやく、うん、あの何、先輩の気持ちがほんまに、うん、まだ先輩にもなってないけど、うん、なんかちょっとだけ入ってくるってなったらさ、あの怖いってのと、うん、あと喋りかけ、うんうん、に来てほしい。なんか多分本当は喋り、自分で喋りにかけられへんから喋りに来て、そうけど欲しいかな。でも確かに、ね、でも緊張するもんな。緊張する、緊張するほんまに。もうしゃんないもんな、これは、うん、アミアヤコンビやったら大丈夫よ。自信持ってね。さあ、もう一つご紹介したいと思いますが、こちらメッセージもらってるのが、ラジオネーム日高浩二さん。難波のスーパー中学生のアミアヤ会おめでとうございます。ありがとうございます。中学生2年生になって中二病が心配と思いますが、うん、素直で優しい2人なので今後の成長と活躍を期待して見守っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。さて、先日100回目を迎えました9期研究生公演で可愛いユニットのわがままな流れ星を担当している可愛いお二人ですが、アミアヤのお二人でチャレンジしたいユニットありますか？ありますよ。世代交代公演に限らず可愛いユニット、バキバキなユニット、いろいろなアミアヤを見たいなと思いますので聞かせてください。そして3人以上のユニットでしたら一緒に組みたい先輩も紹介してくれたら嬉しいですというメッセージ、うんうん、でさっき後輩のお話もしてましたけども、うん、初めての後輩10期生ももうすぐ入ってくると思いますので、うん、後輩ちゃんたちを助けてあげてねというメッセージもらってます。なるほど。はい、めっちゃ考えてたよな、いつも、うん、なんかもうこれやりたい、これやりたい、ちょっと大き
きくなったらこれもやりたいとか、うん、そうそう言ってたね、ずっと。けどとりあえず流れ星をできたのがまず、うん、そう、ほんまにありがとうございますって感じな。なんかとって、うん、本当になんか絶対できる、なんかできそうな機会何回もあったけど、なんかなんかできんくて、なんかなんかちょっとなんかさ、ほのかとあれってなってた。そう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 、なんか私たちもあ、来るえーってなったから、ね、ようやくまさかのって思って、うん、けどようやく ねしかもさ、一回やってからめちゃくちゃやってるくない。そう、機会が増えてね、それは嬉しいよな、うん、で、そういうのわがままはできたけど、今一番やりたいのは、まあ、あれですよね。そのずっと加入して、そうそう、よく喋るようになったからずっと話してるのは、うん、生意気リップスをずっとやりたいって言ってて、そう、そう、なんかやっぱり、うん、あの何ちょっと今の年齢ぐらいがきっと一番やりやすい、ね、しかも中学2年生とか一番さ、ね、な、生意気ない時期やもんな。生意気な時期やん、僕な一番な、だから、 でも、うん、まずはそのライブとかそう、ね、こうさで、そう、うん、アミアリ舞台を任しても大丈夫っていう、そう、信頼っていうのをあげれるように頑張ります。それで公演じゃなくてコンサートでヒットをしてみたいよな。な、やってみたい。想像しただけでうってなる、ウキウキなるの。けどなんかその、まあ今やったらさ、また可愛い系のイメージが多いやんか、うんうんうん、でもさ、なんかもうちょっと大人やったらなんかいろいろやってみて、手もでもとかもいつかやりたいよなって言ってて、なんか分かる。そう、あとは高校生ぐらいになったらな、まあ、うん、あとは今のリサヒーさんとか黒島さくらさんで、うん、アミヤでの5人で、うん、分かる、めっちゃやりたいね。最年少組でそうなんかやりたいよな。一回雨の動物 園をまずそう、雨は雨の動物園できたことが一番嬉しかった。うん、アミパンダやったもんな。そうほんまに希望通り、アミヤお猿さんでした、ね。うん、でも似合ってたありがとうそう、でもなんかそれ5人でなんかしたいよな。そう、なんか可愛い系でもいいねけど、あえて最年少の、うん、けど意外な一面だぞっていうのを見せたから、だからまあ多いユニットの、まあ、例えばブルーローズとか、うん、かっこいい系のユニットをあえて最年少組でやってみるっていうのも良さそうだけどな、うん、まあ、なんか一人一人の何、うん、個性が、ね、個性が出て、だってさ、うん、かっこいいの中でもさ、うん、イメージが違うやん。そうやな、なんか大人っぽかっこいいとか、そう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 、かっこかわいいとかも結構あるやんか、とかなんかダンスができてかっこいいとかいろいろあるからさ、いろんなかっこいい見せるよう な、あ、でもさ、え、他さ、うん、なんかゆみさんとさ、うん、あやみ、あみあいでとかやってみたくない？うん、うん、なんか2期生さん、今一番先輩の私たちと一番三年生のあみあいで3人でなんかをするっていうのもやりたいし、うんうん、シンプルに可愛いユニットをやってるゆみさんを見たい。わかる、やばい、うん、可愛いゆみさんを間近で見たい。わかる、見たいね見たい、一緒にやりたいもあるけ けど見たい、見たい最善で見たい、うん、もうここやもん。だって3人ユニットでやるとしたら、その真隣におるやんかも、可愛いユミさんが、うん、な、踊ってる場合じゃない気がする。たまっちゃうで、うん、もうそんな感じで、結構そのアミヤでも2人でも可愛いかっこいい、うん、なんか、なんか今は可愛いやつ、そうそう、があれやけど、うん、もうちょっと大きくなったら、 いろんなユニットにもやりたいよな。できる幅が増えるもんね、うん、そうそう、うんうん、感じですね。ね、うん、まあ、いろんなユニットもこれから組んでいただいて、はい、ね、素晴らしいパフォーマンスたっぷりと見せていただきたいと思いますさあ今日紹介できなかったメッセージは木曜日にもご紹介しますので、お楽しみに、うん、たくさんのメッセージありがとうございました。以上、ちょっと聞いてよメッセージでした。それではここで曲を聴いていただきましょう。 NMB48 で渚最高。エンディングの時間になりました。 NMB48 のジャングルレディオ、月曜日いかがでしたか？もうね、すごい緊張したったけど、うん、なんか案外アミと二人きりやったからラフな感じで喋れても、分かる分かる、 なんか緊張、うん、なんか二人で回していける子不安やったけど、そう、なんか逆に二人の方が確かにな、いろいろ喋る、会話してる感じでな、会話してる気分やったもん、うんうん、いつもの感じでやってたので、ねね、楽しかったですねまたなんか初めてこういうのアミアでやらせてもらったから、またやりたいな、やりたいよな、ね、まあ、今週もね、お二人木曜日もご出演いただきますけれども、ちょっとその木曜日に対する意気込みも最後にもらっていいですか？あ、
今回よりも次回はもっと面白くするので見に来てください。はい、まあね、今回よりもね、喋、うん、れるようにしましょう。ね、噛まないようにするのがもう、ね、そうそうそう、とりあえず私の目標。噛まんようにね、うん、ちょっと頑張ろう。うん、だから口を大きく開けて、けてゆっくり喋ります。はい。さあ、すべてのメッセージの宛先ですが、jro-mon@yesfm.jp、 その他リクエストフォーム、 FM プラプラのアプリ、お好きな方法でお送りください。月曜日のコーナー、心を通わせジャングル、以心伝心のお題や、ちょっと聞いてよメッセージのお便り、メンバーへの応援メッセージなどなど、皆さんからのメッセージもお待ちしております。時計さん、ありがとうございました。ということで、そろそろお別れのお時間となりました。今日は NMB48 の天神姫を聞きながらのお別れです。明日火曜日のジャングルレディオはつぼみ大革命さんがお送りします。お楽しみに。そして深夜1時からのリピート放送もぜひ聞いてください。今回の担当は NMB48 旧期研究生のアミタンこと宮本亜美と、旧期研究生のあやみこと清賀さみでした。それでは木曜日にお会いしましょう。バイバーイ。部屋に運び込んだ煙幕のソファ、片隅奥には黄金